はい、どうも。はい、ゲジオでーす。いやー、バイクがね、ここのね、店の近くでパンクをして、それで、鈴木さんっていう方の紹介で、こちらの MRS さん、室橋さんのところを紹介いただいて、それで、パンク修理やっていただいたんですけど、どうも釘が長くて、修理ができなくて、それで今度タイヤ交換2日待ってやっとしていただいて、これでもう準備万端、元気に走れますよ。それで私が何よりも感動したのがですね、ここにいる村さん、本当に僕はね、一文無しになったんだよね。一文無し、人生初めてで、お金も人に借りたことなかったし、これで一文無しになって、まあ、パンクしてるから足もないわけで、それで、いきなりね、来た私、何者だか分かんない人間に、どうして、まあ、お金を貸してくれたんですね。だから、それで、いや、お前、あなたのこと信用するよって、その一言がどれだけ僕嬉しかったか。いや、もう、普通ありえないじゃないですか。そうだね。はい。いやだから、なんでそんなにできるのかなと思って。同じバイク乗りの、はい、あれだよね。ああ、ありがとうございます。そうそうそう、いや、本当にね、涙出そうになったもんね、本当。もう、で、ここなんか土地勘もないし、知り合いもいないし、ほいでもう、どうしようどうしようって言った時に、まあ、お金だけあればなんとかね、ご飯も食べれるし、どっか泊まろうと思えば泊まれるってことで、うん。まあ、それで、まあ、信用として、お金を貸していただいたんで、なんとか、無事に乗り切ることができました。で、そのお金も、まあ、帰ってきたし。よかったね。ありがとうございます。よかった。よかった。世の中捨てたもんじゃないもんね。捨てたもんじゃないですね。ということで、この室橋さんも、皆さんに幸運のエネルギーを送ってもらえるみたいなんで、はい。で、あとで写真を撮ってもらいますんで、はい。皆さん、幸運のエネルギーを受け取ってみてください。ということで、現場から、下場でした。あとですね、この MRS さん、ナーミヤさんというか、チューリーと、全部やります、ね、うん、主にバイクですか、バイク。主にバイク、はい、車検で、主にバイクだそうです。ライダーにもう持ってこいですよ。ほんと親切な方なんで、うん。もうぜひ、この近くで何かトラブったりあったり、修理もしてくれるんで、寄ってみてください。ということで、ぜひ、はい、ありがとうございました。